はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、代理行為の瑕疵について解説いたします。今回3項あるんですね。1項、2項、3項ってあるんですけども、まあ、やや内容が分かりづらいんですね。条文の内容分かりづらいので、一つ一つ解説させていただきます。で、まず第1項ですね。条文を先に読みます。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、詐欺、脅迫、またはある事情を知っていたこと、もしくは知らなかったことにつき過失があったことによって、影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする、このように規定しているんですね。まずちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、本人がいて代理人がいて相手方がいるといった場合を考えます。で、代理人が、まあ、何らかの意思表示をするんですけれども、この意思表示の効力、これがここの1から6の内容によって影響を受ける場合、この場合は代理人を基準にして考えましょうっていうのが1項の内容なんですね。例えばなんですけども、代理人が勘違いをしたと、錯誤をして意思表示をしちゃったといった場合で、この場合代理人を基準として考えるので、代理人が勘違いをして重過失がないというのであれば、本人は後で錯誤を理由に取り消しをすることができると、まあ、いう内容なんですね。これが一項の内容なんです。勘違いをしているのはこの代理人なんですね。意思表示をした代理人、この人が勘違いをして意思表示をしているんですけれども、その錯誤だったり重過失とか、これは代理人を基準として考えましょうっていうのが一項の内容になってきます。また3番、4番、詐欺とか脅迫でも考え方は一緒です。相手方から詐欺を受けていた、相手方から脅迫を受けて、で、意思表示をしちゃったと。例えば何か物を買いますよって言っちゃった。こういった場合も、代理人が詐欺とか脅迫を受けているのであれば、後で本人は詐欺、脅迫を理由に取り消すことができるっていう話なんですね。まあ、これが1項の内容になってきます。じゃあ次、2項の内容を確認していきます。相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと、または知らなかったことにつき、過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。で、2項の内容は、相手方が代理人に対して意思表示をした場合の話なんですね。この時代理人が、まあ、知っているとか知らないとか、過失がある、過失がないっていうのは、代理人を基準にしますよっていう話なんですね。どういうことかというと、例えば第三者が相手方に詐欺をした、騙した。そして相手方は騙されて何か物を売る意思表示をしちゃったと。代理人に対して売っちゃうよと。例えば、時価1億円の土地があって、まあ、騙されて1000万円で売っちゃったとか。まあ、そういった場合ですね。その場合、この代理人が、例えば善意無過失だったら、これ契約取り消しできないですよね。この場合、代理人が善意無過失だった場合は、これ後で取り消しできないんですよね。相手方、この人は。で、一方で、悪意だったり、有過失があったら、これは後で取り消しができるって話じゃないですか。これの基準も、この代理人が善意無過失なのか、また悪意なのか、有過失なのかで判断するよ。っていうのが2項の内容なんですね。で、これ矢印の向きが1項と2項違いますよね。2項については、相手方が代理人に対して意思表示をした場合の話で、1項は代理人が相手方に意思表示をした場合ということで、ちょっと内容が違うんですね。ただ基準となる人は代理人で同じなんですよね。なので、まあ、この点はそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。続いて3項の内容に行きます。特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした時は、本人は自ら知っていた事情については代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても同様とする。このように規定してるんですね。で、ここで、条文に書いてあった特定の法律行為をすることを委託された代理人って書いてあるんですよね。これは任意代理のことを指しています。つまり本人がある行為を代理に対して委託した。つまり本人の意思に基づいて代理権を与えているっていうわけなので、これは任意代理ですね。法定代理ではないって話なんですよ。法定代理っていうのは、本人の意思に基づいて代理権を与えたわけではなくて、法律によって代理人って決まっている場合なんです。
例えば未成年者の親だったりとか、成年非後見人の保護者である成年後見人だったりとか、こういった人っていうのはお子さんだったり成年非後見人の意思に基づかずに、もう法律で親親権者とか成年後見人っていうのは代理人って決まってますよね。これが法定代理人なんですけども、今回の3項の内容は法定代理人じゃないよ、この場合は任意代理人なんだって言ってるんですね。で、この場合は本人が悪意だったり有価質だった場合は本人を基準にして考えましょうっていう話なんです。これちょっと具体例考えるとわかるんですけども、例えばこれ第三者がいました。で、例えば本人がまあ悪い人だったと、ちょっと悪知恵が働く人だったと仮定します。で、本人がボスです、ボスで、代理人が手下で、で、第三者もいて、この第三者も本人の手下だと考えてください。本人がトップにいて、第三者がいて、代理人がいると。この二人はボスの手下です。で、本人が第三者に、ちょっとこの相手方騙してこいということで、第三者が、まあ、詐欺をする人ですね。で、どんな詐欺をするかっていうと、相手方が、まあ、時価1億円の、土地を持っていたと。これをちょっと騙して1000万円で買いたいと。本人は思ったわけです。で、本人が直接行くと、まあ、本人はちょっともう悪い人だってバレているからこれダメだということで、代理人を立てて、この人が買い主となって、この人から1000万円で安く買い取っちゃおうと。まあ、言った場合の話です。その場合、まあ、詐欺師、第三者は相手方騙しますよね。で、時価1億円の土地を1000万円で買い受けますよね、代理人が。で、ここで代理人が全く善意無価質だったと。全く知らない。このボスから、本人から、とりあえず1000万円で、買い受けてきてと言われただけで何も知らないって言った場合、もし代理人を基準にしたらこれ善意無価質ですよね。そうすると、相手方は第三者から詐欺を受けて善意無価質のこの人に売っちゃったわけだから、これ後で取り消しできないってなっちゃうんですよ。これが法律の抜け穴になっちゃうので、これを防ぐために、もし本人が悪意だったり、有価質だった。つまり、第三者が相手方に詐欺をした事実を知っていたり、または知らなかったとしても有価質、過失があった、落ち度があったというのであれば、本人を基準にして考えましょうっていう話なんですね。そうすると、本人を基準にして考えたら、今回の話で言うと、悪意、もしくは有価質に当たってきますので、そうすると相手方は詐欺を理由に取り消しができるっていう話なんですね。つまり、1項、2項だけでは、防ぎきれない部分を3項で防いでいると。まあ、いった感じなんですね。なので、1項2項は代理人を基準にしてるんですけども、3項については本人を基準にしてるんだ。本人が悪意だったり、有価質だった場合は、これは本人を基準にして考えましょう。っていうのが、101条の内容なんですね。これ非常にややこしいんですけども、具体例考えたりするとすごくわかりやすいと思いますんで、ぜひ今解説した内容を理解して頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。個別指導ではこのように理解をしながら、具体例を入れて理解をしながら学習するってことを行っております。なんで比較的短期間で実力を上げていただくこと可能なんで、もし次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。